はい、こんにちは。今回は前回の、単位とは何かという話の続きで、前回はこの単位とは何かという疑問に対して、単位というのは物理量を、測る基準となる物理量だということを説明しました。つまり、こう立方センチメートルっていう単位があったら、これはただの記号じゃなくて、ここに1が隠れている。1が隠れてて、つまりこういう1立方センチメートルという体積に、この実体に対応する立派な物理量なんだ。で、これがいくつあるかによって任意の体積を測る基準となっているというお話でした。で、これを踏まえて、前回僕が提示したもう一つの疑問。なぜ足し算引き算は単位が違うとダメで、掛け算割り算はいいのかと。いうお話を、これからしていこうと思います。まず、足し算引き算について。そもそも足し算引き算っていうのは何かというと、足し算引き算は数えるということ。何かの量を数えるということの延長にあるものである。ということを、まず、頭に入れてください。例えば、1メートルという量と 1.5 メートルというまあ、長さですね。これの足し算っていうのを考えたときに、これは、この2つの長さを、合わせて考えたときに、全体でこの1メートルという物理量、この単位となる物理量がいくつあるかということを数える、そういう演算です。で、気をつけてほしいのは、これは合わせて考えるという、別々に今まで数えてたのを全体でひっくるめて数えるという見方の転換であって、それ以上のことは何もしてないっていうことが重要になってきます。で、そこで一つ例として挙げたいのが、アインシュタインの逸話です。これ本当かどうかよく知らないんですけど、噂によると、アインシュタインは小さい頃、1たす1は2っていうことを習ったときに、先生に対してこう反論したそうです。先生おかしいですよ。粘土2個持ってきて、2個って言っちゃうんだよ。1個1個持ってきて、それをこうくっつけたら、1個じゃないですか。これ1たす1、2じゃないんじゃないですか。先生の説明だと。おかしいですよ、と言ったわけですが、これは、この足し算引き算の数えることの延長であるっていうことから、見直せば、ちゃんと、幼き頃のアインシュタイン少年に、教えることができます。それは、重要な点、これです。足し算は、ほにゃららではない。何だと思いますか？ちょっと冷静になって考えてみてもらえるとわかると思うんですが、答えは、これです。足し算は操作ではない。これが重要なことです。さっき言ったように、足し算というのはもともと別々に数えてたものをひっくるめて数え直すだけの話であって、見方を変えるだけだから、この対象に何も施してはいけないんですね。でもこれだと2つの粘土持ってきてくっつけちゃってるっていう、その操作が間で起こっている。その状態が元の状態から変わっている。足し算はあくまで操作ではないから、こういう風にはならない。という風に反論することができます。ということで、足し算について、ちょっと理解が、深まってもらえるといいと思うんですが、つまり、このように足し算っていうのは、ひっくるめて数えたら全体でこの単位がいくつあるかと。何度もしつこいですが、そういう話なので、当然この2つのもので、単位が一致していなければ、そもそもこうどういう単位で数えたらいいかわからないし、これがいくつあるかっていうのを、ただの数値と数値の足し算で、表現することができなくなってしまうので、この単位は当然一致していなければならないということになります。で、これが、足し算に関する説明です。じゃあ、今度は掛け算割り算の話に入ろうと思います。
掛け算割り算についてまず大事なこと。掛け算割り算は新たな物理量の定義を伴う。これが、掛け算割り算について考える上では重要です。これが足し算引き算とだいぶ違う点です。ちょっと例、また例を挙げて説明しますね。よいしょ。例えば、速さ 1m/s であれば、これは、この 1m/s という、単位、これは、どのように定義されているかというと、1m を、1秒という時間で割ると。はこういう割り算をした物理量というふうに、その物理量の割り算として1メーターパーセカンドという物理量が定義されているんです。あ、ここでちょっと3本線のイコールを使いましたが、これは間違えたんじゃなくて、これは、まあ、これからちょくちょくひょっとしたら使うことになるかもしれませんが、定義という意味で、ただの等式じゃなくて、これ最初にこう定義しますよって意味での等式ですよということを表すために3本線にします。そういう意味です。で、この 1m/s という物理量がまずこう定義されていると。で、その定義の上で、計算をしてやると、例えば、2秒間に 3m、進みましたよだったら、3メーターを2秒で割るんですが、これは定義に従って計算をここから進めればよくて、3メーターというのは前回言ったようにこれは 3×1 メーターという物理量、1メーターという物理量を3倍したんですよということだし、これも同じく、2×1秒という物理量を2倍したっていう意味だから、ここでただの数値と物理量の演算に分けてやればよくて、これ2分の3という数値かけることの、見えるかな、かけることの1メーターを1秒で割ったもので、これが今定義によって、この定義によって1メーターパーセカンドなんだから、これはすなわち、まあ、何でもいいけど、1.5 メーターパーセカンドというふうに、計算を進めるということで、その裏には必ず新たな、このメートル、1メートルという物理量と1秒という物理量から、1メーターパーセカンドという速さを定義するっていう、物理量の定義が隠れている。これが重要です。まあ、もう一個例を挙げると、1平方メーターという、この面積も、これも全く同じで、今度は1メーターかける1メーター、見えるかな、イコール1メーターの2乗という、1メートルという長さを表す物理量の2乗というのが、この2乗っていうのが1平方メートルという、面積を表す物理量に対応しますよという、まず定義があるわけです。この定義が最初にあってこそ、5メーターかける3メーターは、まあ、もはややるまでもないかもしれないですが、5かける3かける、この単位だけを持ってきて、1メーターの2乗。ってなって、この1メーターという物理量の2乗は、
定義によって1平方メーターの。こういうふうに計算をする。しなければならないわけです。これが本来の、物理量同士の掛け算。正しい姿なわけです。で、重要なのは、まあ、何度も言ってますが、というか、なぜ、掛け算に対しては、単位同士掛け算してもいいのかっていう、その疑問に対する答えとしては、ちょっとドライな言い方かもしれないですが、その演算によって他の物理量が定義されている。この割り算掛け算によって他の物理量が定義されており、しかもその物理量が意味を持っている。ちゃんとこれは、速さとか速度だし、平方メーターっていうのは、面積だよっていう、あの新たな物理量の定義がちゃんと、実体としてある。ちゃんと、意味を持っている。意味を持っているということが重要です。だから、掛け算割り算してもいいんですよということになります。で、最後にこれで一応あの僕なりの疑問への回答は終わりなんですが、まあ、その今回の話の、まあ、何がありがたいのかっていう、あの何もありがたくないじゃないかと言われるのも嫌なので、最後にちょっと応用を書いて終わります。応用としてこれは単位換算の時にちょっとあの嬉しいことがあります。単位換算、例えばキログラムパー立方センチメートルというあの単位があったときに、これは密度の単位ですが、こういう単位があったら、まずこれ定義に戻る。分からなくなったら定義に戻って考えると、これはどう定義されているかといえば、 1kg という質量を1立方センチメートルという物理量で割ってると、体積で割ってるということなんだから。で、なおかつこの1立方センチメートルという物理量はさらに分解できて、まあ、さっき割ったのと全く一緒ですが、1センチの3乗です。で、ということはここで単位換算を行うと、100分の1かける、メーターの3乗ですよね、ここから。で、こうしておいて、これを3乗括弧外してやれば、めでたく100分の1の3乗かける1メーターの3乗で、これは立方メーターですね、いうことになるので、これを使って、まあ、もはやここまで来たらあの書くまでもないんですが、100の3乗かける3乗で、これがまたキログラムパー立方メーターという単位になりますね、ということで単位換算。つまりあの元を正してみれば、ここのセンチメーターっていうのが文語にあるから、これをもうもはや分数とみなしてしまって、これを最初からあの100分の1メーターというふうに書き換えて計算してもいいよね、ということで、あの、まあ、こういうことをやってた人はいるかもしれませんが、そういう操作はこれであの正当化できるわけです。で、もう一つあのちょっと特殊な単位換算、まあ、本当はこんなことをやる人いないというか、やらない方が楽とすら言えるかもしれないんですが、まあ、今度はちょっと趣向を変えて、ジュールとカロリーの単位換算を考えましょう。まあ、何でもいいんですが、これをあのこの2つは前にも言ったように、物理量として同じで同じ実態に対応しているので、
両辺を、これで割ってしまって、この 4.219、これで割ってしまって、こういう風に書けます。なんか、こっち単位がこう、こうあって、こっちただの1で、なんか変な感じがするかもしれないですが、これも、立派な、物理量同士を結ぶ等式です。はい。授業を理解してもらえれば多分わかると思うんですが、なので、これを使って、5カロリーを、ジュールに直したいと思ったら、ここで、ここにかける1があると思って、ここにこの式を代入してしまおう。代入すればどうなるかというと、5かける1ジュールの 4.219 カロリーのカロリー。ということで、分子と分母にカロリーがあるから、この単位は、ただの記号じゃなくて、何度も言いますが、これは、ここに1が、ここに1が隠れてて、立派な物理量だから約分できる。ということで、結局 4.219 分の1ジュールにできましたよ。まあ、こんなことしなくてもできるんですが、はい、こういうやり方があります。ちょっとした、この今の話の応用としてのテクニックでした。ということで、今回の単位のお話はこれでおしまいにしたいと思います。どうもありがとうございました。